お集まりの皆様にお知らせいたします。これよりスマートイルミネーション泉の開会式を行います。まずはじめにご来場の皆様に泉区長の額田美紀子よりご挨拶申し上げます。額田区長お願いいたします。皆さんこんばんは、泉区長の額田です。いい具合に黄昏れてまいりましたけれども、これから、第5回目になりますスマートイルミネーション泉開催したいと思っております。今宵のテーマは、光と森のナイトピクニックです。いろいろな仕掛けがいろんなところにあるのも皆さんお目にしていると思いますけれども、参加型のさまざまな催しがございますので、ぜひ、心ゆくまで楽しんでいただきたいと思っております。今日の開催にあたりましては、本当に多くの方々にお世話になっております。横浜泉ロータリークラブの、皆様から、例年通りにおしるこもいただいております。マシュマロ入りでございます。それからお話の泉の会の皆様が、あちらの方で、夜のこの 光の中で、お話し会をしていただきます。それからまあこのもうじき輝き出すと思いますけれども、光の実も、小学生の皆さんが心を込めて作っていただきました。でそれをまた、シニアクラブの皆様がいろいろと手を入れていただきました。多くの方々のご協力のもとにこうやって素晴らしい会ができることを本当に感謝しております。素晴らしい景色が見れると思います。インスタ映えするような景色だと思いますので、ぜひ皆様どんどん写真を撮ってインスタに上げて発信していっていただければと思います。この素晴らしいひとときをぜひ心のアルバムにも載せて、おいていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。額田区長ありがとうございました。次に地域を代表し泉区連合自治会町内会長会会長馬場克美様よりご挨拶をいただきます。馬場様お願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。ご紹介いただきました泉区連合自治会町内会長会の会長を務めております馬場でございます。今日は泉区には12連合自治会ございまして、12連合自治会の会長さんの代表しまして、私の方からご挨拶申し上げます。このスマートイルミネーションの集いに大勢の皆さんにご参加をいただきまして本当にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。先ほど、額田区長の方からもお話がありました通り、特にこの催しにはですね、泉区内の、8つの小学校の小学生さんが参加していただいております。そちらもう点灯しておりますけど、光の実、大変素晴らしいことだと思います。ぜひ10年20年先、さらにこの光の実が大きくなって、また、その子どもたちも、さらに自分の子どもができる代までですね続けていただけたらありがたいと思います。さらに大きくなることを期待いたしまして、ご挨拶をしますが、結びにですね、今日ぜひ皆さんせっかくご参加いただきましたんで、今宵楽しんでいただきますよう、隅から隅までずずずいとお願い申し上げ立てまつりまする。日本一馬場会長、どうもありがとうございました。続きまして、本日ご来場いただいている泉区連合自治会町内会長会の皆様をご紹介させていただきます。上井田連合自治会馬場克美様、上井田団地連合自治会佐野瞳様、伊調団地連合自治会八木幸雄様、下泉連合町内会久野剛様、富士見ヶ丘連合自治会八木祐樹様、
泉中央連合自治会佐藤新様。皆様ありがとうございました。続きまして、本日お越しの議員の皆様を横浜市会議員源波正康様よりご紹介いただきます。源波議員、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。ただいまご紹介をいただきました市会議員の源波でございます。一言ご挨拶を申し上げますが、その前に本日出席をしている皆様の、ご紹介をさせていただきます。順不同ですけれども、麓理恵市会議員です。はい、おめでとうございます。梶村充市会議員です。田中伸二県議会議員です。はい、おめでとうございます。酒井学衆議院議員です。はい、島村第参議院議員です。よろしくお願いします。前山参議院議員でございます。こんばんは。改めましてスマートイルミネーションの開催誠におめでとうございます。先ほどからもですね、区長さんや馬場さんからの挨拶の通り、多くの関係者の皆様のご尽力によりまして開催をすることができました。改めて心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。企画から準備、そして運営に与えていただいて、いらっしゃる皆さんに心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。環境に優しい光、環境技術、そしてアートとの融合によるスマートイルミネーション、最後まで楽しいひとときをお過ごしください。おめでとうございます。源波議員、ありがとうございました。また本日イベント開催にあたり、参議院議員の牧山博江様、中西健二様よりご祝辞を頂戴しております。時間の都合上、お名前のみのご紹介とさせていただきます。ここでスマートイルミネーション泉を開催するにあたり、ご協力をいただきました団体の皆様のご紹介をさせていただきます。本日会場内のテントにて配布しておりますおしるこの提供にご協力いただきました横浜泉ロータリークラブ様、ステップ式様、ありがとうございます。昨年に引き続き会場内を彩っております光の実の準備、および本日会場内にてご来場の皆様の案内をいただいております泉区シニアクラブ連合会様、神奈川県立緑園横浜緑園高等学校の皆さん、ありがとうございます。光の実の制作をご協力いただきました横浜市立飯田北伊調小学校、泉小学校、伊勢山小学校、上飯田小学校、中和田小学校、東中田小学校、緑園西小学校、緑園東小学校の皆様、ありがとうございます。